よいしょ。はい、どうもこんばんは。今日はですね、アパートから、お届けしております。あまり大きな声出せないんですけどね、お時間ある方はお付き合いください。今何やってるかっていうと、これはね、1点ね、ちょっと不良が出たんで、で他の類似事例がないかどうかっていうチェックをねしにアパートまでやってきました。で一品一品ですね、ずっとチェックしてて、よいしょ、まあこいつのものがね終わるまでちょっとダラダラ喋っていこうかなというところですね。どうだこれ、ちょっと待ってよ。あ、これダメだね。これはダメだな。あ、ダメだなこれ。いきなりダメなやつが見っかった。こういうのが見っかるとですね、メーカーに言って変えてもらうんだけど、まあなるべくね、お客さん届いてからっていうのはダメなんで、ああごめんダメだね。はい、見っけました。で見っけたら、一旦戻して、んでハサミ、マスキングテープで、ペンで、あ、てかまずこいつ戻してからだね。ちょっとね、お客さんからまあ症状の報告があったんで、でまあ代替品をね、代わりにまあちゃんと正常品を送りますってことで、別の新品をですね開けたら同じ症状が発生してたんで、あ、これはまずいなと、これはまずいなということで、まあいわゆるその全数チェックみたいな、はい、工場でいう全数チェックみたいな。これはお客さんの元に行っちゃうと、ほらリコールみたいなね、全部回収みたいな、まあそういうことにもなりかねないんで、なのでちゃんと今あるものを全てチェックするために、ネジ穴×こういうね、ちょっとなんていうのかな、泥臭い作業っていうのがねあるわけですよ。私あの工場勤めしてたんで、工場の仕事をしてたんで、あのこういうのね、もう慣れっこですね。ちゃんとね責任持って、まあメーカーがねやっぱり品質を最低限担保しなくちゃいけないんだけど、まあ、ただ販売店もねやっぱりメーカーの見過ごしみたいなのがあった時に、そこをね食い止め、まあ協力会社なんでね、やっぱりそこはやっていかなくちゃいけないかなと。で今ね、僕がこのようにこうやってビデオでね、まあ、こういう実態をお見せしてるのはなんでかっていうと、やっぱりねインターネットって、例えば仕事やってますとか順調ですとか儲かってますとか、そういうのってもうみんな言いたがるし、溢れてるんだよねそういうのが。まあ僕も言いたいしね、まあいわゆるそういう嬉しがりツイートとかね、嬉しがり発信みたいなものってあるんだけど、ただ僕、まあ、それ言うのは別にいいんだけど、必ずやっぱりね、何、まあ、事業順調ですでも別にいいんですよ、でも必ずこういう生々の実態っていうのをやっぱり見せなくちゃいけないと。時に生々の実態を見せないことには信用力みたいなものがやっぱり育まれないかなって思ってます。だってね、まあ言ってみたら実態も何も見せんで、
ね、仕事順調ですってずっと言ってたとするじゃん。まあ、こうやって言葉とか文字とかで。それってさ、やっぱさ、わかんないわけですよ。こう、裏の取りようがないというかね。わかんないわけですよ。なので、やっぱりね、そこは時に、たまに見せてやると、あ、この人の言ってることは本当なんだなって、別に疑ってるわけじゃないけど、あ、本当に日々の発信っていうのが、ね、こう実態とつながって、こうやってね、しっかり、まあ、こういう地道な活動をね、やってるんだなってことが分かるじゃないですか。ここもアパートだしね、これ、うちの自宅じゃないから。よいしょ。なので、やっぱりね、まあ、ちょっとぶっちゃけて言うと、みんな成功話をしたいんだよ。ね、うまくいってますって言いたいの。で、まあ僕も同じだよ。成功話したいわけですよ。順調ですとか幸せですって言いたいわけですよ。ただね、時にこの実態の部分を見せてやらないと、今のネット時代、やっぱりね、信用されない。本当の意味では信用されないって思う。なので、例えば僕だったら、何ですか、あ、これね、電池がもうね、ギリギリしかないから、途中でもし切れちゃったらすいません、途中で切れたらもう電池切れたんだっていうふうに思ってください。例えば、まあ在庫こんだけありますとか、在庫入荷しましたとか、あと何ですか、出荷ね、出荷台数、まあ、今日はこんだけ出荷しますとかね、まあ、そういう、まあ、目で見てすぐ分かるものですね。目で見てすぐ分かるもの。だからこれね、リテラシーとして、このチャンネルご覧の方に目合わせしておきたいんだけど、いくらどんだけうまくいってる、儲かってるって文字とか言葉で言い続けても、でもどんだけそれを言ってもね、やっぱりね、疑ってるわけじゃないけど、やっぱり最終的には、じゃあ、あ、本当なんだなっていうところまではつながらないもんだよっていうふうに思った方がいいですね。だからネットで見てる方々にちゃんとね、安心してこういう実務とか、こういう実地に基づいたことを、時にアピールしてやるっていうこと。これなしに、いや、まあね、こんな仕事やってます、あんな仕事やってます、これもやってますってさ、言うのはさ、簡単なんだもんだって。みんな言ってるじゃん、だって。情報商材とかさ、なんかこの詐欺の情報商材でさ、こんな成功して年商が運億でとかさ、みんな言ってんじゃん。で、ほら、実際はね、実態がなかったりとかっていうことがゴロゴロあるんで、これはね、どんだけ親しい知り合い、仲間とかでも同じですよ。あ、ちょっと待って、こいつもなんか怪しいな。あ、これ怪しいな。あ、ダメだな、これ。こういうのはね、強く言う、メーカーに。あ、こっちも弱いね、ダメだね。だから、皆さんね、こう言っちゃなんだけど、成果アピールしたい人とか、すごいだろって言いたい人は、すごいだろって言いたい人は、ちゃんとその脇に何か実態の伺えるようなものを一緒に差し出すって。一緒に差し出すって。これはもうね、もはや僕の中でネットの常識だと思ってる。ネットで人の信頼を得るための、常識だと思う。何も A さんが俺のことを疑ってるとか、 B さんを疑ってるとか、そういうわけじゃないんだよ。これはインターネット自体がそもそも虚像というか、何、リアルじゃないから。だからより、やっぱり信用を与えるような何かっていう、強い何かみたいなものを差し出してやるっていうのが礼儀だと思っている。ちょっとこれ、こいつも不良だった。
これも不良だった、うん、できすぎた話なんてさ世の中いっぱいあるんだから、ね、できすぎた話でさで蓋開けてみたらなんかね全然実態がありませんとかそういうのっていっぱいあるんだから、だからどんだけ親しい中でもねそこはやっぱり最低限出してやることがマナーだと僕は思います。そしたらね疑ってるその見てる人が別に疑ってるわけじゃないんだけど僕のことをね見てる人は、まあ、応援してくださる方なんかは あ本当にちゃんとやってんだなってことでお疲れさんってことで安心してくれるかな、安心してくれるんだから、うん、よいしょ。なのでうん、書くばっかりとかそういうものはちょっと注意した方がいいし、僕は心底それで信用はしていないです、はっきり言って。どんだけ身近な人でも、うん、そこ見せないことには言ってるだけの人は信用しないです。はい、これもう自分以外はみんな同じ。うちの家族はだって実態が見える、一緒に生活してるからこれはね信用があるけど、だけど家から一歩も出てねどんだけ僕を慕ってくれる人であれ何であれ話でしか聞いてないってねっていうものは基本信用しない、はい、あそうですかっていう感じで言う、だけどもう心の奥底では別に、うん、本当にそうなんだなっていうふうには思ってない。だから、うん、だから時にこういうことが必要なんだということなんじゃないでしょうか。はい、そんなわけでですね今日はまあなんどういったらいいかな、ネット時代の信用力とかね、はい、まあちょっとなんかテーマ考えますけど、はい、そういう話をさせていただきました。2個ね不良が見つかったんで今からねメーカーに報告したいとか家に帰りたいと思います。さよなら。